白すみれとしのき小川みめい北の方のある村になかのよくないきょうだいがありました父親のしんだあとは兄は弟おばむごたらしいまでにいじめました 弟は、どちらかといえば、気の利かない、おんぼりとしたたちで、学校へ行っても、あまり、物事を、よく覚えませんでした。だから、兄は、弟をば、常に、バカ者扱いにしていたのであります。弟は、 気が優しくて、決して、兄に対して、手向かいなどをしたことがありません。いつも、兄にいじめられて、しくしく、泣いていました。冬の、ある、寒い寒い晩のこと、かくべつ、弟が、 悪いことをしたのではないのに、兄は弟をいじめました。お前みたいなバカは、こんな寒い晩に、外に立っているがいい。そして、小え死んだって、俺は、お前を、かわいそうとは思わないぞ。 と、兄は罵りました。弟は、どうかそんなことは言わずに、うちの中に置いてくれいと頼みますのを、兄は無理に、弟を戸の外に出して、鍵をかけてしまいました。 うちの外は野にも山にも雪が積もっていました。その晩はめったにない寒さであって空は青ガラスを張ったようにさえて星晴れがしていました。またコウとした月が下界を 「おとうとはゆきのうえにぼうぜんとしていますとめからながれでるなみだまでがこおってしまうほどでありました」「おとうとはこんなふうなくらいならいっそかわにでもはいって」 死んでしまったほうがいいとおもいました。いつのまにかさむさのためにゆきのうえはかたくこおっていました。それははがねのようにとびあがってもカンカンとひびくばかりでうまることはありませんでした。 弟は雪の上をわたって川のあるほうへ行きました。すると川の水もまた鋼のように凍っていたのであります。身を投げて死のうにも水がないしどうしたらいいだろうと思って 途方に暮れていますと、はるか彼方に、牙のように尖った高い山が、月に照らされて見えるのでありました。昔から、あの山の下には、鬼が住んでいると言われていました。弟は、 どうせ死ぬなら、いっそ、鬼にでも食われて、死んでしまった方がいい、と思いました。それにしても、何十リあるか、わかりませんでした。月光に照らされている、その遠い山陰を望みますと、もし、雪を渡って、 まっすぐにいくことができたならそんなにとおくもないだろうかけてかけていったらこんやのうちにもいかれないことはないと思われましたおとうとはそうおもうとゆきのうえをひたはしりにはしりはじめたのです かわものもどこもへいたんなしろいたたみをしきつめたようでありましたからどんなちかみちもできるのでありましたかれはかけてかけてかけぬきましたそしてつかれると体からだからあせがでて これほどの寒さもそんなに寒いとは思いませんでした。彼はところどころ休みました。そして行く手にそびえて見える高い山を仰ぎました。月の光がかすかにその山を浮き出しているのでした。 弟はほとんど自分でもどうしてこうよく走れるかわからないほど走りました。そしてどこをどう走ってきたかわかりませんでした。夜明けごろでありました。赤い火の玉が 自分の前になって雪の上をコロコロところげていきました。かれはこれはなんだろうと思いました。きっと魔物にちがいない。けれどもう自分の命を惜しいと思いませんから。 それをつかまえようと、いっしょうけんめいに、あとをおいました。すると、ひのたまは、ころころと、たにそこに、ころがりおちました。かれも、ひのたまについて、たにへおりようとしますと、もはや、よがあけていました。 そしてそこはみちもないまったくやまなかであのきばのようにたかいやまはまだとおくなってみえたのであります。どうしたらいいかと思ってまごまごしていますとそのうちにひのひかりがさしてきました。 ゆきはしだいにやわらかくなっておとうとはもういっぽもみうごきすることができなくなりましたちょうどそこへたきぎをおったおじいさんがとおりかかりましたそしておとうとをみつけて こんなところにしょうねんがいたのでびっくりいたしましたおじいさんはこのやまなかにただひとりすんでいるふしぎなにんげんでありましたおとうとはおじいさんのこやにつれられてまいりました こんな山中だけれど、何不自由はない。長くここに住めば、春、夏、秋、冬。いろいろの美しい眺めもあれば、楽しみもある。お前はいいと思ったら、 いつまでもすむがいい」とおじいさんはいいましたふもとにはおんせんもわいていたのでありますそのうちゆきがきえてはるになりましたおとうとはこきょうがこいしくなりました いまごろにいさんはどうしていなさるだろうかとおもいましたそのことをおじいさんにいいましたするとおじいさんはきのみとくさのたねをおとうとにあたえましたこのくさのたねは 白すみれだ。おまえがこの種をまきながら行けば、またここへ帰ってくるような自分に、白い花が咲いているので、道がわかる。この木の実は、おまえが腹が減った時に食べる、しーの実だ。 と言いました。「弟は最初この山へ来るときには雪の上を渡って一夜に来ましたけれど雪が消えてからは森や林や川があって五日も六日も歩かなければ自分の生まれた村に。 かえることができませんでした。かれはきのみとくさのたねをもらってしゅっぱつしたのであります。そしてあるひのくれがたかれはようやくなつかしいわがやへかえったのであります。 兄さん、ただいま帰りました。と、弟は言って、敷居をまたぐと、何かしていた兄は、びっくりして振り向いて、お前は、まだ、死ななかったのかもう、 お前みたいな馬鹿には用事がないからさっさと出て行け。と言って弟は取り付く暇がなかったのです。自分の真心がいつか兄さんにわかるときがあろう。と弟は 一粒の C の実を裏庭に埋めて、どこへとなく立ち去りました。兄はその後、白すみれの花を見て、いじらしい花だと思いました。そして、弟の姿を思い出しました。 また、C の木に風の当たるのを聞いて、悲しいと思い、弟をいじめたことを後悔したそうです。おしまい。